はい、どうも皆さん、こんにちは。ナオトエンターテイナーロードの時間がやってまいりました。ナオです。さて、今回の企画はですね、こちら、じゃじゃーん、麦茶。そしてそれだけではございません。じゃじゃーん、牛乳。そして、あと他に、こちら、砂糖でございます。見えないと思いますので、間近で映させてもらってます。今回ですね、この3つを使ってね、牛乳とお茶と砂糖を組み合わせると、コーヒー牛乳になるか検証していきます。こちらですね、なんと視聴者リクエストからでございます。お茶と牛乳を組み合わせたらコーヒー牛乳になるかもっていうねコメントがあったんですよ。で、私ね、そのコメントを、見ましたので、やってみたいなって思ったんですよね。コーヒー牛乳となると多分一応砂糖とかも必要なんじゃないかなと思いまして、まあ、まず最初は砂糖なしで飲んでみて、そっからもし味が足らなかったら砂糖をね加えていきたいなと思ってます。では、果たしてお茶と牛乳を混ぜたらコーヒー牛乳になるか早速検証していきたいと思います。では早速トリビア企画やっていきましょう。レッツゴー。さて、今から入れてみたいと思います。動画を見たんですけども、半々で入れていく感じですね。では、お茶ね、僕のこの人差し指まで入れちゃいますか。うん、いきます。冷た。本当にコーヒー牛乳になるのかな。だって色全然違うよ。まあだいたいここら辺まで入れましたね。で、次にこの牛乳をね入れていきたいと思います。入れました。でもなんか色ちょっとコーヒー牛乳に見えますね。ではこれをちょっとねかき混ぜてみますね。問題は味ですよね。見た目はコーヒー牛乳だけど、味がね悪かったらコーヒー牛乳じゃない。でもちょっとお茶の匂いもするんですよね。じゃあ早速飲んでみたいと思います。いただきます。うん、味ない。お茶の味しかしない。これね、多分ね、砂糖入れた方がいいですね、これ。うん。うん、これ砂糖入れた方がいいな。うん。あれだね、これ最初から砂糖入れた方がよかったね。お茶と牛乳なんて砂糖含まれてないからね。なんで最初から入れなかったんだろう。じゃあ、いきます。ほんとだ。コーヒー牛乳だ。え、うめえ。やっぱね、砂糖を入れるだけで全然違う。すっげえ甘みが出ました。超うまい。うまっ。めちゃめちゃ美味しい。完食いたしました。麦茶と牛乳とお砂糖で混ぜたコーヒー牛乳、ごちそうさま。あのね、砂糖を入れるとね、もう完璧なるコーヒー牛乳でした。もうすごいね、トリビア企画。最初は本当に甘みがなくて、そんなに味もなかったんですよ。まあ味っていうかお茶の匂いはしたんですけども、ちょっとね微妙な感じだったんですよ。これね、絶対にね、夏とかにあったらね、超いいですね。暑い時期とかにあったら、結構これハマるんじゃないですか。こういう風に視聴者さんから、これやってみてくださいとか、もしかしたらになるかもって、やっぱり言われるとね、もう僕もね、すごいやってみたくなっちゃうんですよね。視聴者リクエストって本当にいいんですよね。僕の今後の YouTube チャンネルのためにもなりますし、いろいろと企画もね、出ますから、本当に僕の動画を見てくれて、視聴者の皆さん本当にありがとうございます。また今後もトリビア企画ね、いろんなものをね、やっていきたいなと思います。もちろん、視聴者さんからのリクエストで、こういうのをやってほしいというね、視聴者のね、リクエストがね、ありましたら、もちろん、それもぜひ、やっていきます。ということで、今回はですね、麦茶と牛乳と砂糖を混ぜたら、コーヒー牛乳になるかっていうのをね、検証してみました。最後までご覧になっていただき、ありがとうございます。以上、ナオトエンターテイナーロードのお時間でした。また、いつかお会いしましょう。See you! 皆さん、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、SNS のフォロー、よろしくお願いします。またいつかお会いしましょう。 See you!
思う。